1995年3月20日、通勤ラッシュの真っ最中である午前8時頃、日本犯罪史上最悪と言っても過言ではない事件が発生した。中央省庁が集まる霞が関を通る複数の地下鉄の路線内で、化学兵器としても使用される猛毒の神経ガス、サリンが散布された。この事件の実行犯は林郁夫。これだけ狂気的で反社会的な事件を起こすのだから、林は頭が悪く、精神が狂った人間かと思う人もいるかもしれない。しかし、林郁夫は慶応義塾大学の医学部を卒業、医師となり、心臓外科の名医として活躍していたスーパーエリートだった。道を踏み外したという言葉では言い表せないほどの大罪を犯した林であるが、なぜこんなことをするにまで至ったのか。林は1947年東京都品川区生まれ。父親が医師、母親が薬剤師の開業医の家に生まれる。幼少期から思いやりのある子と言われ、人助けがしたくて医師の道を選ぶ。そして長男間の慶応義塾大学医学部医学科を卒業。専門は心臓血管外科であった。卒業後もアメリカに留学し、帰国してからも様々な病院で研鑽を積み、石原裕次郎の手術チームの一員となるなど、スーパーエリートコースを順調に歩んでいた。林は臨床医としてがんなどの病の患者と接するうちに、現代医学や科学が乗り越えられない死に対して深く考えるようになっていった。手術はできても人の心は救えないと悩んでいた林は、予防医学の重要さを認識するようになった。例えば心臓病などはストレスと深く関わっていると認識し、患者にヨガ、瞑想法、呼吸法などを紹介するなどである。凡人には理解できないレベルで医療に悩んでいた中、たまたま立ち寄った書店で運命的な本に出会う。その著者は朝原昌光であった。朝原の本に書かれたヨガや修行の記事に強く衝撃を受けた林は、次第に朝原に傾倒していった。林が運転する自動車で交通事故の加害者になり、その自責の念に駆られ、精神的に不安定になっていたことも相まって、気づいた頃には勤めていた病院を退職し、妻と子供2人を連れて一家4人でオウム真理教へ入信していた。全財産8000万円と車2台を教団へのお布施として寄付し、地位も名誉も全て投げ打っての入信だった。教団では市長に上り詰めるほどどっぷり信仰しており、性格は暴力的になり、妻にも手を挙げるなど、エリートの頃の林は見る影もなくなっていった。そして林はある計画の実行犯となるよう命じられる。当時オウムには近々強制捜査の手が及ぶことが決まっていたため、警察の捜査を攪乱するために地下鉄に有害物質をまくという計画がされていた。その実行犯に命じられたのが林であった。嫌だ、やりたくないとためらってはいたが、オウムを潰そうとする国家権力との戦いだと自分に言い聞かせ、1995年3月20日林は地下鉄車内にサリンをまいた。この無差別テロに巻き込まれたのは通勤中のサラリーマンや通学中の学生である。完全にパニックになった車内で緊急事態を知らせるベルが鳴り響き、電車が駅に到着すると開いたドアから複数の乗客が口から泡を吹きながら転がり出てきた。結果死者は14人、約6300人が負傷した。都内にあった解毒剤が使い果たされてしまい、全国の病院薬品卸会社に収集令が出される事態となり、そこでサリン解毒薬のパムが日本中から航空便と新幹線によるリレー作戦でかき集められ、到着した薬品は即座に警察車両先導によって各医療機関に配布。サリン解毒剤であるパムと硫酸アトロピンは国内では当時希少な薬品で、
通常の病院にはあまり置かれていない薬である上、副作用も存在する劇薬でもあり、採算性が良くないため、製造元の住友製薬は一時製造中止を検討していたが、系列会社で有機リン系農薬を作っている以上、解毒剤を用意するのは当然の責務という会社幹部の方針により、運よく国内でも製造が続けられていた。1995年に起きた衝撃的な事件として阪神・淡路大震災に並び語り継がれており、日本のみならず海外にも衝撃を与え、化学兵器テロの事例として各国の軍隊のマニュアルで紹介されているほどである。事件から2日後、警察は教団への強制捜査に踏み切り、朝原こと松本を全国指名手配した。林は松本やぶからとともに北陸方面に逃走を開始、石川県穴水町の貸別荘を偽名で契約し、松本に顔の整形手術や再度の指紋除去手術等を行った。4月7日教団との連絡役で逃走を支援していた林の部下が、林の潜伏先の近くで石川県警察の職務質問を受け逮捕された。このことをテレビニュースで知ると、林も貸別荘から逃亡した。4月8日松本と2人で石川県金沢市方面に向かう途中で、林も警察官に発見され、職務質問で自転車の盗難が発覚し、ついに林は逮捕された。信者の取り調べ方法はある種マニュアル化されており、洗脳状態にある信者に対する接し方などのアドバイス、例えば朝原を呼び捨てにしない医師であった林に対しては先生と呼ぶなどを受けて、独自の方法で取り調べを行っていた。取り調べを行った稲富勲氏は、林に対してオウムや地下鉄サリン事件などのことには触れることなく、昔を思い出させるような話をすることで林に徐々にかつての自分を取り戻させた。常に林を先生と呼ぶ稲富氏に、先生という呼び方はやめてほしい、私はもう医師ではない、そんな風に思われるのは面はゆいと林は伝えるも、稲富氏は、実際にあなたは人の命を救ってきた、立派な仕事をされてきたので敬意を込めて呼ばせてもらいますと言った。稲富氏の言葉に心が揺れ動いたのか、5月6日林はオウムが解体された後の信徒たちを救ってほしいと稲富氏に要望を突きつけ、稲富氏も気持ちを尊重して私なりに努力すると林の要望を受け入れた。そして林は、私がサリンを撒きましたと自白した。林の自白により、後に朝原も逮捕。林の自白が教団解体のきっかけとなったのだった。裁判では林は聞かれたことに躊躇することなく回答し、サリンを撒いたことに対して、本来人を助ける医者でありながらこんなことをしてしまったと号泣しながら供述したことで、傍聴人の心を大きく揺さぶった。結果、検察は林の全面供述のおかげで地下鉄サリン事件の全容が明らかになったということが自首に相当するとの判断を下した。1998年5月東京地裁で無期懲役の判決が下る。検察側も林側も控訴せず、一審で確定した。地下鉄サリン事件の他の4人の散布役はいずれも死刑が確定し、2018年7月に全員死刑執行されたことから、地下鉄サリン事件の散布役の中ではただ一人死刑を免れた。林は現在も千葉刑務所にて服役中である。林のような誰もが羨むエリート街道を歩んでいても、そこにはエリートゆえの悩みがあるのだろうか。地下鉄にサリンを撒くということがどういうことか、林のように聡明でなくともわかる話である。オウムにいたエリートは林だけではない。事件に使用されたサリンの製造に関わった中川智正は京都府立医科大学医学部医学科を卒業しており、オウムに入信する前は患者さんに優しく、
親切と評判の医師だった。他にも東京大学や京都大学、大阪大学といった日本でもトップクラスの大学を卒業したエリートがオウムの起こしたさまざまな事件に関わっている。しかしいくら事件前に素晴らしい人間であったとしても、彼らのやったことは未来永劫を許されることはない。サリンによって罪もない普通の生活をしていた人たちが今でも苦しい後遺症に悩まされ続けている。林は取り調べの際、なぜこんなことが起きるのかと聞かれると閉塞感と答えたという。日本人は一つのコミュニティに入る場合、一つのコミュニティの中で弾き出されたら生きていけないという発想、見捨てられるという恐怖でがんじがらめになっているとのこと。事件当時の日本はオイルショックが到来し、経済状況が不安定だったことに加えて、ノストラダムスの大予言では1999年には世界が破滅すると予言されており、日本全体が不安に覆われていた。林のように精神的に不安定で何かにすがりたいという思いから朝原に救いを求めてオウム真理教に入信してしまうのは、ある意味しょうがない状況だったかもしれない。そこで実行犯に選ばれた林は、やらなければ見捨てられるとの思いもあり、やってはいけないこととは分かりつつも自分を騙して実行してしまった。事件から20年以上経過しているが、記憶には新しい。思い返してみても、こんな恐ろしい事件が日本で起きたという事実に改めて恐怖を覚える。令和の時代も日本は漠然とした不安に包まれており、オウムが起こしたような事件が起きないとも限らない。恐ろしい世の中である。